こう滑ってるから変やけど、はい、うん、ちょっとあの表出てたら絶対滑れへんからね、はい、まあとりあえず蹴って蹴っていきましょう、蹴って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 、それで変わるから、なんか泳いでるような感じで気持ち悪いですから、ね、こうすごい滑ってるから変やけど、はい、蹴って蹴っていきます、そう、それぐらい逃げたらすごいわ、すごいすごいすごい、はい、はい、これで今3往復でしょ、はい、はい、それ首回してください、どうですか、さっきよりだんだん変わってきたでしょ、そうだよ、ね、ただ歩いただけですよ、何もしてないから、はい、あ、そうですね、はい、そしたら今動いてるね、はい、でこの腕の痛み見てください、動かして、直角ぐらいもしか上げてないけどね、今直角ぐらいも、はい、その直角なんで、はい、これでもう3往復しましょう、どうなるか、その首と腕がどうなるか変わるんですよ、たったそれだけで、はい、しんどいです、え、はっ、軽くからね、しんどいから2往復、はい、あと1往復、はい、それで首動かしてください、早くなってきたら分かります、だんだん早くなってきた、あなた回し方が、うわー、ほんまですね、腕が、まあ、痛みはだいぶ上げてるけど、今触覚以上に上げてるんですよ、今、うん、最初はやっぱり違いますね、違うでしょ、うん、もっとはっきり分かる、もうあと3往復いってください、もう別にな、3往復ぐらい締めてるでしょ、体重乗せるって感じですか、そうですそうですそうです、イメージは、はい、そうそうそう、そういうことです、ピンポンですわ、はい、ちゃんと説明しますから、これ3往復ですか、はい、はい、でそれで首回って回してください、さっきより速くなってる、どん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 ちょっと深くなってきたね、痛みとどう関係してんの、いやいや、もう痛みが取れていくの、少なくなってきたでしょ、心痛でも出ないのにね、そうそう、痛みが少なくなってきたでしょ、はいはいはい、なるんですよ、今から説明しますわ、はい、はい、そう、座ってください、はい、